はい、こんにちは、コウスケでございます。今回ですね、1月3日にリリースされた、MCU フェーズ4から、ディズニープラスによって配信されることが決定した、ワンダービジョン、ファルコン&ウィンターソルジャー、そしてロッキーの、特報動画なんですけども、その、ね、特報動画の中で一瞬だけ登場したロッキーの、着てる洋服がですね、実は TVA タイムバリアンスオーソリティというね、マルチバースを管理する、組織の T シャツを着てると、ロキがですね、アベンジャーズエンドゲームの中でタイムトラベルした、アベンジャーズたちがタイムトラベルした2012年ですね、映画登場して、その中でですね、その任務の中でトニー・スタークの失敗によって4次元キューブがですね、ロキの手の中に、戻ってしまったわけですね。その結果、これまでですね、描かれなかった、ロキのですね、新しい、時間軸というものが生まれてしまいました。その後のね、話というのが今回のね、このロキの単独ドラマに、繋がってくるんだと思いますけども、今回ですね、この TVA という組織、そして重要な人物がですね、今後の MCU の、メインヴィランになってくるんじゃないかということを、今回ですね、予想していきたいなというふうに思います。さあ、このタイムバリアンスオーソリティというね、組織ですけれども、動画冒頭でご紹介した通り、多元宇宙マルチバースの、現実をですね、監視して、時間的な干渉をですね、最小限に抑えることを、目指しているということを目的に設立された組織でございます。TVA はですね、全宇宙に対する責任と権威を持っていて、いわゆるね、マーベルユニバース、コミックの方もそうですけれども、多元宇宙というものがいくつもあるわけですね。これは一番理解しやすいのがスパイダーバース、コミックのね、スパイダーバースなんですけども、本当にもう無限の数があるというふうにされているね、マルチバースですけれども、無限の可能性を秘めているというね、マルチバースですけれども、数がいくつあっても、しょうがないんじゃないかというところ、そしてですね、そのマルチバース一つのですね、世界というものが、他の世界にですね、影響を及ぼしてしまう、いわゆるね、影響を及ぼしかねないというところでね、危険なアースはですね、必要ないだろうということで、消していく、削除していって、そのマルチバースというね、もの自体を平和に保つために設立されたのが、このね、タイムバリアンスオーソリティーズという組織だというふうにされています。ここで働く従業員はですね、職務を遂行するために生まれ育ち、TVA で、一生働く終身雇用制であるというふうにされています。で、この、TVA で働く従業員のほとんどがですね、紛争を減らし効率を改善するために、同じですね、遺伝子系から、誕生したクローンであるというふうにされています。ただし、クローンだけじゃなく、平和と正義を貫く人物がいれば、有望な人物がいれば、候補者をですね、募集しているということでございます。簡単に言えばですね、本当にマルチバースの平和と、そしてですね、やばいんじゃないかこのアースっていうね、こいつなんかやばく、ここの世界ちょっと恐ろしいぞみたいなね、世界があったらどんどん削除していくっていうね、恐ろしいのか恐ろしくないのか、マルチバースの住人としてはですね、やはり、ありがたい組織というか、表舞台にはですね、決して出てこない、そういったね、バランスが取られているということなんですよね。さあ、そんなね、正義を貫くTVA という組織ですけれども、この TVA が一番恐れている存在とは一体何か。もともとね、TVA という組織は、FOX が所有している組織というふうに言われています。なぜならこれはコミックにおけるファンタスティック4が、所有しているというか、ファンタスティック4がメインにですね、登場する組織だからというふうに言われています。FOX がね、ディズニーによって買収されたことによって、ファンタスティック4やね、X-Men の、そのね、キャラクターだけじゃなく、その周りのね、組織というか、キャラクターたちも登場することができるということで、まずね、TVA、という組織が、もともと FOX が所有してたというふうに言われてるんですけども、これが使えるようになったというところ、そしてですね、この TVA が一番恐れている存在というのが、実はファンタスティック4の敵でも知られている征服者カーンですね。マルチバースやですね、時間軸といったものをですね、しっかりね、制御して、マルチバースにおける平和維持活動というのを行ってるんですけども、それをぶち壊すような存在というのが、いわゆるね、皆さんおなじみのカーンというキャラクターなんですよね。そもそも征服者カーンですけども、本名はですね、ナサニエル・リチャーズという、男性でして、過去の世界だけじゃなく、平行世界、マルチバースも渡り歩くことができる存在でして、30世紀のね、未来世界が、出身ということで、人類同士の争いによって破滅の道へと進んだ世界で生まれたのが、この征服者カーン・ナサリエル・リチャーズというキャラクターでございます。コミックではですね、静止の世界アース616ではなく、アース6311というですね、平行世界出身のキャラクターではあるんですけれども、未来世界に住んでいるキャラクターでありながら、平行世界のキャラクターとしても知られています。さあ、そのね、征服者カーン、様々な世界でですね、時間軸に影響を及ぼしたことによって、様々な
人格キャラクターというものが生まれてしまいました。ナサリエル・リチャーズが古代エジプトにタイムスリップしたことによってエジプトの王となったラマタトというねキャラクターがいます。未来の技術をね悪用して未来の技術を使って、その時代のですねファラオとして君臨しようとするもですね、その世界にその時代に現れたファンタスティック4によってそれが阻止されてしまうということなんですね。そこから派生したキャラクターとしてスカーレットセンチュリオンというね分裂したキャラクターがいます。第二次世界大戦にですねキャプテンアメリカを殺害しようと試みるもですねこれも結局失敗してしまうと。そして今後の、ね、展開としてヤングアベンジャーズが結成されるんじゃないかというところで、まあ、一番ね重要なキャラクターとして存在するのがアイアンラットですよね。これも、平和な、ね、世界で生きることができたというね16歳の天才少年のナサリエル・リチャーズ、まあ、これもね本名同じですけれども、まあ、これ征服者間のですね16歳の頃の青年ということでねまだ、悪の心を持っておらず、まあ、ひどいいじめに遭っていた、ナサリエル・リチャーズですね、まあ、日々ですねいじめと戦う中である日ですね、まあ、ひどい怪我を負ってしまうんですけれども、まあ、それを救うためにですね現れたのが、未来の、自分自身である、征服者カーなんですね。まあ、そもそもこのアイアンラットのスーツですけれども、自分が歩んできた人生よりも、さらに早くですね、自分自身を征服者カーンとして、まあ、育てるためにですね、まあ、アイアンラットというスーツを与えるんですけれども、まあ、結果的にですね、まあ、その悪の道へ進むことを拒否したのが、まあ、このアイアンラットというキャラクターでございます。まあ、その結果ですね、ヤングアベンジャーズへと、加入することになり、まあ、ヒーローとして活躍するという姿がこのね、アイアンラットでございます。まあ、ということで、まあね、この TVA という組織が登場するということは、まあ、必ずしもとは限りませんが、まあ、征服者カーンというキャラクターが登場する確率は非常に高いです。まあ、さらに、ヤングアベンジャーズがね、結成されるということで、まあ、このね、ロキというドラマにね、登場するかどうかはわかりませんけれども、MCU フェーズ4、あるいはフェーズ5以降で、このね、ナサニエル・リチャーズ、征服者カーン、もしくはアイアンラッドというキャラクターが、まあ、登場する可能性は非常に高いかなというふうに思います。そして、まあ、そのね、征服者カーン、というキャラクターが今後 MCU のメインヴィラン、サノスに続くヴィランになっていくんじゃないかなというふうに思います。もうおそらく出るとしても、まあ、いわゆるアベンジャーズの頃のね、アベンジャーズ1の頃のサノスと同様に、まあ、ちらっとね、最後の方に登場するだけなのかなというふうに思います。まあ、ただこうやってね、時間軸、あるいはね、太平洋世界、マルチバースというものが存在すると、平和維持組織である TVA、タイムバリアンス、オーソリティという組織、そしてそこで対立する征服者カーンというキャラクターが登場するということになっているのではないかなというふうに、まあ、個人的に思っています。まあ、ロキがですね、今回、様々な時代をですね、タイムトラベルして、まあ、様々な時代にね、介入して、まあ、いたずらを仕掛けていくっていうね、まあ、非常にとんでもないことをしようとしてるいたずらの域じゃねえだろうっていう感じはするんですけれども、その力をね、まあ、なんでロキはね、その4次元キューブを持っていたってね、アベンジャーズエンドゲームの最後で4次元キューブを持って、まあ、別の場所にですね、まあ、テレポートというかね、別の場所にまあ行ったわけですけれども、この発表がある前からね、なんでロキはタイムトラベルできるんだということで、まあ、確か僕は以前動画の中で、まあ、何かしらの能力というか、アイテムを与えられるんじゃないかと、いうことを話しましたけれども、まあ、まさにね今回その通りなんじゃないかなというところで、まあ、アベンジャーズエンドゲームで、テセラクトを持ってですねその場から逃げたロキですけれども、まあ、結局別の場所に行ってしまった結果、まあ、別の場所に行くことはね確実ですけれども、まあ、何らかの原因でですねそれが、まあ、ロキの行動というものが TVA タイムバリアンスオーソリティに捕まってしまって、まあ、いわゆる今回のトレーラーの中にいた、まあ、あのね TVA の服を着てですね尋問みたいなのを、ね、受けてますけれども、まあ、そこでロキがですねまた自分の、ことをですね、まあ、ちょっと高めにね私はこういう人間ですけれどもサノスと共になんか行動してみたいなね、まあ、ロキのことですがねどうにかそこから出ようとするわけですよね。まあ、うまい具合にですね TVA の、人間を騙してですね、まあ、自分がこういう人間なんだということで、まあ、そこら辺はね多分 TVA も監視してるんで多分わかると思うんですけれども、まあ、ロキのそのね行動力というか、力パワーというものをですね察した TVA がですね時間軸のね移動とそしてまあテレポートっていう能力をね与えて、そしてですねまあ様々な時代様々な世界に介入していく、まあ、ロキがですね、まあ、TVA の、まあ、犬みたいになるんじゃないかなというふうに個人的に思っています。なのでねロキもともとねそのタイムトラベルとかねそのテレポートみたいなね能力を持ってませんけども、まあ、その力を与えたのが、まあ、TVA なんじゃないかなというふうに思います。まあ、トレーラーの中でですね、ロキのロゴが様々いろいろね変化していくねシーンもありますけれども、
まあ、これもですね一種さまざまな時間軸さまざまなタイムラインのロキの姿が出てくるんじゃないかと、まあ、これがですねいわゆるキッドロキとかねレディードキとか今現在出演の噂が、ね、されてますけれども、まあ、これはコミック原作通りに転生した姿なのではなくてさまざまな時間軸っていう設定のロキが今回出てくるんじゃないかなというふうに個人的に思っています。さあ皆さんですねこれについてどう思うでしょうか。まあねざっと話しましたけども、まあ、予想にしか過ぎませんけども、まあ、ロキというキャラクターがですね、まあ、インフィニティサーガ同様に、まあ、今後のね次の MCU フェーズ4以降もですね、まあ、重要なキャラクターになってくるということはですね、まあ、確実かなというふうに思います。皆さんはロキのねこのドラマについてどう予想するでしょうか。ぜひともねコメント欄に書いていただきたいと思います。この動画面白いと思った方はグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。以上、コウスケでございました。